こんにちは、赤瀬あかりです。今回は私のデジタル写真集セミと初恋について説明させていただこうと思います。これは私にとって2回目のデジタル写真集になって、今回は場所が古民家スタジオで、 SNS で見れる姿とはちょっと違う普段の生活に近い私が見れる写真集になっています。今回は撮影中も楽しく笑顔が多い撮影になったんじゃないかなって思います。では、私の今回の写真集でお気に入りの3枚選ばせていただいたので紹介していこうと思います。1枚目はワンピースの中に紫の水着を着ているのですが、そのワンピースで一回外で撮影したんですけど、私が紹介している写真の前に外で撮影した時に、まだ夏の暑い時期で虫が結構いて、写真撮ってる時は澄ました顔してたんですけど、撮り終わった瞬間虫がって言いながら撮っていた思い出が強い写真です。この写真はアップスタイルで髪の毛を団子にしていて撮ってるんですけど、私が私生活でする団子だと結構きっちりした団子でやっているんですけど、この写真集の時はヘアスタイリストさんがゆるーく巻いてくれたので、全然私自身じゃできなかった髪型だなって思っているので、そこも注目してみてもらえると嬉しいです。2枚目はキッチンで撮っているんですけど、可愛らしい白の T シャツで撮って、中に紺色の水着を着ているんですが、なんか紺色の水着って1回目のデジタル写真集の時でも着たんですが、この今回のやつはデニム生地になっていて、普段着ないスタイルの水着になっているので、普段見ない感じじゃないかなって思うので、そういうところも注目してみてもらえると嬉しいです。3枚目の写真はカメラマンさんが撮影中にめちゃめちゃ笑かしてくれたカットで、私が紹介している写真以外にも布団で撮っている写真って何枚かあるんですが、逆にこの私が紹介しているやつは澄ました感じで撮っているんですけど、それ以外は結構ものすごい笑っているカットが多くて、なんか作った笑顔じゃなくて自然体の普段の私が見れると思うので、一緒に戯れてる感じで想像しながら見てもらえるといいなって思います。なかなか生活感のある感じで、なんだろう、髪の毛も下ろしている感じが結構ゆるい感じなので、なんか服装も含め結構自然体な私が見られるカットじゃないかなって思います。はい、いかがだったでしょうか。私が紹介したカット以外にもめちゃめちゃ笑っている写真とか、すごい決めている写真とか、 SNS とかだけじゃ見られない私がたくさん詰まっている写真集になっていると思うので、ぜひ手に取って見ていただけると嬉しいです。ではバイバーイ。